みなさんこんにちは。M フラワー代表フラワーアーティストシンです。今日はですね、こういうコンストラクションというこういうフレームですね、フレームにを使って花束を作っていく方法を皆さんに紹介していきます。よくメカニカルヘルパーという言葉がありますが、このコンストラクションというのは最後まで見えるフレームですね。でメカニカルヘルパーというのは最後にこう花束の中に隠れてしまうフレームと思っていただければいいと思います。ではですね、このコンストラクションを使ったら花束はどのように作れるのか、これから皆さんに見せていきたいと思います。ぜひね、そして皆さんも実践して作ってみてください。では行ってみましょう。どうぞ。はい、ではね、そろそろこうお正月が近づいてきましたので、お正月らしくということで、今日はね、このね、ジャノメ松を使っていきます。ジャノメ松をまあこのように入れます。もう一本ね、このジャノメ松をここに入れていきます。はい、松が入ったところで次にこの玉菊を入れていきます。はい、このようにどんどん玉菊を入れていきます。ではですね、こちらに次にこのフォルジウムを束にしたものをね、入れていきます。このような感じになりますね。でこの下とかにもフォルジウムを入れていきますね。はい、でここ色目で、トルコヒョウの貴婦人ですねを入れていきます。もう少しここにフォルジウムと、でフォルジウムを支えるゲイラックスの葉っぱを入れていきます。はい、こことこことここのフォルジウムとこの貴婦人ですね、これが入りました。はい、次にね、こちらの左側にですね、この貴婦人の長いものをね、入れていきます。ここ貴婦人を長くして、ここの左側にね、こう流すように入れていきます。あとでね、こう十分このように流してコンストラクションに引っ掛けて止めるような形もできますし、これはこのまま浮かせることもできます。はい、このようにですね。でもう一本貴婦人を入れて、はい、そして、ね、必ずついていく葉っぱですね、キキョウランの葉っぱを1枚ここに入れます。はい、ではね、今度ね、こう後ろ側にこのフォルジウムを入れて、でこの下側をヒバとゲイラックスとキキョウランを使って完成させていきます。必ずこのフォルジウムの下にこうヒバとかを入れて、このフォルジウムがこう落ちてくるのを防いでいきますね。そしてここにゲイラックスとかも入れていきます。はい、こちら後ろ側のこのヒバとこの押さえてるゲイラックスとキキョウランが入りました。こういう形になります。はい、このバック面のね、こちらが入れ終わって、これからね、今度前の方に、ここの前の手前側にヒバとゲイラックスと、あとね、このフォルジウムの束を少し入れ込んでいきます。ここのね、こう下に、下側にここ入るようにしていきます。でこういうね、ブルーアイスとかこういうもので必ずこうホールドしつつ、でゲイラックスの葉っぱとかも押さえて前を構成していきます。こちらね、バックにこのヒバとゲイラックスを入れてこのような形になりました。こちらで完成となります。では結束して正面から見てみましょう。はい、こちらの花束いかがだったでしょうか。今器にセットしてみました。このように器にセットするとまさにね、アレンジメントですよね。アレンジメント、実際にはこの器にこれだけの花材を挿すことは困難です。なのでこれは花束だからこそできるデザインということになります。
なのでね、ぜひこのコンストラクションブーケ皆様も覚えてみてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time!